ACM21 イブさん、今回ね、多分ね、これヘッドライトがね、多分通らないと思うんでね、ちょっとまあ通るぐらいね、いつものね、やっていきます。まずね、ちょっとね、ライトのね、状況、でね、いつものこれでね、いきます。これはね、ちょっとね、ひび割れとかね、結構きついのでね、切れくなるかどうかちょっとわからないですかね。こいつでいきます。まずこいつね、でタオルをね、ちょっとね、湿らして、磨いていきます。まあ、ちょっとね、マシになりました。もう一回ね、磨きます。もう一回ね、ちょっと磨いたところからいきます。まあ、2回磨いてもね、ちょっとね、黄ばみ残ってます。この辺、ひび模様はね、仕方ないです。で、これいきます。で、こすらずにね、軽く塗ってね、15秒ね、待ってから磨きます。だいぶね、黄ばんできました。でね、磨いていきます。結構ね、磨きます。
拭き取ります。まあまあいけましたね。まあまあ。いけました。ピッカピカにはなってないですかね。まあまあいけました。反対もね、やっていきます。こっちはね、ちょっとね、黄ばみがね、ひどいです。でね、動画がちょっと撮れてなかったんですが、2回磨いて、ね、たっぷりめに塗ってね、で、20秒ぐらいね、経ちました。磨いていきます。透明度は出ましたがね、このひび模様がね、だいぶひどいのでね、ピッカピカにはね、ならなかったですかね。まあそこそこね、きれくなりました。これぐらいやったらね、車検いけるかと思います。こっち側ね、反対側ね、そこそこきれくなりました。でもやっぱり細かいね、ひび模様がね、メッキ部分に反射してね、なんかちょっとね、ピカッとはね、してないです。まあ今回ね、ちょっとね、ひどいね、ヘッドライトやっていきました。でこの後ね、車検行くので、通ったかどうかはね、テロップでね、入れておきます。他にもね、いろいろ動画出してますので見てください。チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。